ワークライフをハッピーに。どうも、ユニフォームネクストの野坂です。ユニフォームネクストの物流担当、もみやまです。はい、ということで、今日はですね、久しぶりに物流センターの責任者のもみやまさんに来ていただいてるんですけど、よろしくお願いします。前回が昨年の8月ですかね、はい、アイズベストのレビュー動画ということで来ていただいて、今日2回目なんですけど、簡単に言ってしまえば前の動画のヒーターベストバージョンですよね、今日の動画。そうですね。昨年から今年にかけてのこの冬ですね、ヒーターベストがものすごく人気なんですよね、うん、物流されてても毎日めちゃくちゃ出荷してますよね。 毎回ピッキングですよね。非常にたくさんのお客様から注文いただいてます。はい、本当に全国的に知名度も上がってきてるヒーターベストなんですけど、おそらくこの動画を見ている視聴者の中には欲しいなと思ってるんだけど、その使用感とか本当に効果があるのっていう疑問があって、購入を躊躇している方もいらっしゃるのではないかなと思います。そういう方のためにですね、お役に立てる動画を作ろうと思いまして、今回ですね、もみやまさんを含めて物流センターのスタッフの方9名にヒーターベストを実際に着用していただいてお仕事をしてもらいました。で、その使用感とかレビューですね、忖度なしでアンケートを取りましたので、その結果を今日はお伝えしたいなと。で、その結果をもとにもみやまさんといろいろお話しできればなと思います。毎回ね、忖度どころか遠慮ないからね、はい、本当に遠慮ないですよね。全く遠慮してないんで、本当のレビューだと思って皆さんも見ていただければと思います。はい。今回使用したヒーターベストがアイトスさんから出ている V ネックヒーターベスト、品番が8309というものを使用しました。たくさん種類があるんですけど、このヒーターベストはですね、インナーベストになっているので、そのベストを着ていただいて、その上からパーカーとか防寒服を羽織っていただくという形で着用していただいています。期間なんですけど、昨年の11月の下旬頃から、そうですね、はい、はい、もう今日撮影日が1月の19日なんですけど、1ヶ月半ぐらいずっと来ていただいています。で、その1ヶ月半ぐらいの期間で集計を取りました。ここでもみやさんにちょっとお伺いしたいんですけど、はい、物流センターのスタッフって前のアイスベストの動画の時もそうなんですけど、たくさんいらっしゃるじゃないですか。そうですね、はい、その中でも今回9名の方選ばれたということで、これどういう基準で選ばれたんですか。はい、前にもお話ししたんですけど、はい、アイスベストを支給する基準というのが、動き回る人で、部署変わって常に動かないで立ちテーブルで、こう作業すると、でずっと同じ姿勢のままという方がいらっしゃいます。で、その方たちを中心に今回は支給させていただきました。しかもその今回支給された方々が働いてる場所がまた過酷なんですよね。厳しい、ね、厳しい。あそこ寒いっすよね。寒い。まずトラックが着く場所があって、はいはい、トラックが着きました。トラックが着くと、シャッター来ます、はい、でシャッター開いたら、荷物が入ってくるんだけど、そこから実際に物流の現場に入るにあたってもうそんなにないから、そのシャッターが開いたらもうすぐ外、外と壁1枚じゃないけど、そんなイメージの場所です。今回アンケートをですね、その9名の方に取らせていただいて、5つ質問をしました。今この結果が、ここにありますので、その結果をもとに、はい、もみやまさんとお話をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。では早速、はい、1つ目の質問がですね、はい、もうド直球なんですけど、ヒーターベストを着用して暖かくなりましたか、はい、という質問。ど真ん中、ど真ん中です、ど真ん中の質問ね、はい、これはですね、はいと答えた方が9名、よっしゃ支給したかいあり、いいえがゼロということで、もうこれは暖かいということでした。よかったよよかったですね。よかったよかった、これはよかったですね。よかったわ。もう、いい意見、簡単にご紹介しますと、まずは想像以上に暖かかったと、うん、あとはスイッチを入れてすぐに暖かくなるのがいいと。あ、これはね、アイトスさんの商品の特徴なんだと思うんだけど、確かに結構暖かくなるんだよね。今回使用してるアイトスさんのヒーターベストは10秒ぐらいで暖かくなるっていう仕様なので、うん、本当にすぐに暖かくなりますよね。はい、皆さん暖かくなったということで、はい、これは良かったですね。これはもう支給した甲斐ありです。はい、はい、では2つ目の質問、はい、お願いします。このヒーターベストが温度調整が3段階あるんですね、うん、高温、中温、低温ということで50度、45度、40度と3段階分かれてるんですけど、どの温度で使用する時間が一番長いですかという質問で、50度と答えた方が0、うん、で45度と答えた方が2名で、一番低い40度と答えた方が7名ということで、これちょっと意外な結果だったんですよ。はい、寒いから高い温度でみんな使用するかなと思ったんですけど、まず赤がすごくガッと熱くなるんで、もう
ほどほどくると汗ばんできちゃうんですね。だからもう下げたい。下げて、あと一回温まってしまうとそのままなんていうかな、温かみが保持、もうこれ自体あのヒーターベスト自体もちゃんと、防寒としての役割を果たしてくれてるから、まあ、それがずっと保持されて温かい状態になるんで、まあ、結果下げても常に温かいと。もう一つはもしかしたらバッテリーを長持ちさせたいっていう意識が働いて低い温度にしてるんじゃないかなっていう気はします。今回のヒーターベストですと一番高い50度で4時間持つんですよね。で45度で8時間、40度で12時間ということで、確かに高温で使用するとすぐにバッテリーが消耗しちゃうので、そういう意見もあるかもしれませんね。これはまあ正直レビューなんだけど、そこまでは持たんくて、ああこのメーカーの公式の、うん、交渉値っていうかな、うん、そこまでは持たないかな。確かに実際使用しているスタッフの方からもちょっとこう充電時間が短いかなっていう意見はちらほらあったので、まあ、そのメーカー公式のものよりかは短い、ちょっと短めかな、ですかね。うん、温度に関して言うと夏空調服とかのパン付き作業服ってめちゃくちゃ人気で、うん、はい、でああいう商品って最大風量何々リットルとか、はい、最大電圧何ボルトみたいな、はい、その強い数値がついつい目行きがちなんですけど、はい、ヒーターベストの場合はその最高温度が何度とかいうことよりも40度とか45度ぐらいで長く持つっていう方が大事なんですかね。そうだね。うん、そんな気はする。まあ、使用環境によって分かれるとは思うんですけど、うん、そんなに最高温度っていうものを、基準にして買わなくてもいいような気はする。はい、では次3つ目の質問なんですけど、はい、お願いします。重さや着心地などお仕事をする上で支障は出ましたか。はい、これ大事ですよね。大事なところ、はい、支障が出た、はいと答えた方が5名。あ、そんなにいるの。はい、でいいえと答えた方が4名ということで、僅差で支障が出たという意見が半々というか、うん、ちょっと出た人が多いんだ。実際もみやまさん使用されてどうでした。僕は立ってる時間が長いですね、はい、ほぼ業務中立ってるんだけど快適、僕は快適、全然気にならなかったかな。重くもないし、まあ、その重さで言うとベストは軽いっていう意見が多いですよ。はいはい、ベストは本当に軽いと、ただバッテリーが重いと。あ、まあ、今回のバッテリーは 193g なんですけど、使ってる方女性が多いので、ね、ちょっとこう重いと思われたのかなと思うんですけど、うん、そう多分そうじゃない。まあ、この皆さんの意見をまとめてみると、まあ、先ほどもみやまさんもおっしゃっていただいたように立ち仕事をされている方はそんなに邪魔じゃないっていう意見が多いんですよ。で反対に座ったりかがんだりすることが多いという方はちょっとこのバッテリーが邪魔になるっておっしゃってる方がいらっしゃって、収納位置がねここだから、ここら辺かな、こんなぐらいだから確かにこう作業したりしゃがんだりするときに突っかかってしまうっていうのは、ちょっと太ももあたりには当たる、当たるんかな。それはあるかもしれないです。確かにそうなるとちょっとあってなるかな。なるほど。で特にその回数が多い人、はい、回数が多い人だと多い分だけちょっとあららってなる機会は多いかもしれない、じゃあ続いて4つ目の質問、はい、お願いします。はい、今後も寒い時に使用したいですか。僕したいです。森山さんはしたい。僕、はい、いや使用したいと答えた方が9名。あ、やったじゃない。はい、ありがとうございます。支給社会ありです。まあなんだかんだ支障が出るっていう意見もあったんですけど、うん、やっぱり暖かさを考えると使いたいっていう。そうだよね、あったかいもんこれ。本当ですか。あったかい。時々暑い。暑い。でも暑いぐらい暖かい、ね、暖かい。まあ、まあ、散々こう盛り上がってるんですけど、ちょっと今の間は、はい、あの5つ目の質問、はい、あの突っ込んだ質問を皆さんにさせていただいたんですけど、はい、このヒーターベスト通常販売価格、弊社での販売価格が税込み7623円なんですね、うん、で1ヶ月半使用していただいた上で、はい、この価格は妥当ですかという、ちょっとシビアな質問をしました、ね、したところ結果がですね、妥当だと思うと答えた方が3名、はい、あれ妥当だと思わないと答えた方が6名ということで、あら、まあ、その今回は会社から支給をしているので、はいはい、あ、実際こう自分が買うとなるとちょっと高い、躊躇するかなって思うじゃないですかね。ちなみにもみやまさんどっちに入れました。あ、僕ハイにした。あ、妥当だと思う。妥当だと思う。これだって釣りに行ったりとかさ。あ、そうですよね。あの仕事以外でもゴルフとか、そうそうそう、釣りなんかはずっと待ってるんだよね、はい、待ってる間あの着込んでも自分の体温と防寒着の
中でしかこう温かみがないけど、これだったら発熱してくれるから温かさが出てくるんじゃないかな。それだけでも肩かきはあると思うんだよね。すごい押してるな俺。なんか回し物じゃないよ。ちょっとこうシビアな意見が出てきたんですけど、一つですね、このアイトさんのヒーターベストのメリットをお伝えするとすれば、ベストとこのバッテリーがセットで7623円なんですよ。確かに。というのも、まあ、他のメーカーさんですと、そのベストとバッテリーが別売りっていうところも結構あるんで、ね、それを考えるとこの価格で買ってすぐ使用できるっていうのは、まあお得な部分かなと思うんですよ、ね、そうだよね、で、お得ついでにもう一つ情報を言いますと、弊社ユニフォームネクストが運営するワークユニフォームという作業服を扱っている店舗があるんですけど、そちらがですね、ウォークアウトのバーゲンセールを今しておりまして、めちゃくちゃ急に商売感出てきました。すごいね。2月の16日まで、はい、まあ、通常価格が7623円、というところが、現在セール価格で、なんと6800円になってます。丸い値段になったじゃない。はい、いい値段じゃないですか。通常よりも823円安くなっています。浮くじゃない。浮きますよね。浮くじゃない。いいじゃないですか。コンプレッション1枚買えるよ。あ、そう、本当ですよね。うん、コンプレッションね、あったかコンプレッション買っていいじゃないですか。いいですね。まあ寒い時期まだまだ続くと思いますし、うん、今買っておけば次の冬でも使えると思うんで、ぜひご検討いただければと思います。はい、はい、ということでですね、今5つの質問、ご紹介してきたんですけど、はい、その他にもですね、気になったご意見とか、はい、面白いなと思った、意見があったので、そちらも簡単にご紹介させていただきます。まずですね、サイズに関することなんですけど、はい、皆さんの意見まとめてみると、やはりヒーターベストって発熱している部分が暖かいので、できればサイズはそのぴったりサイズを選んだ方がいいと。ああ、確かに。大きめとか小さめじゃなくて、通常サイズ、通常のぴったり目を選ぶといいということでした。まあ、よく空調服、ファン付き作業服は、風を循環させるためにワンサイズ大きめ選ばれる方多いんですけど、ヒーターベストに関してはぴったりサイズがいいと。おすすめです、はい、で次にですね、はい、このアイトスさんのヒーターベストは実は手洗いができるんですよ。あ、でこれが非常にありがたい仕様なんですけど、なんだかんだ手洗いがめんどくさいと。どこまで強さを持って洗濯していいのかっていうのはちょっと怖い。なんかケーブル切れちゃったらどうしよう、水染みちゃったらどうしようっていう心配はあるね。防水対応はされてるんですけど、ちょっと心配はあると、はい、まあ、めんどくさいと、でそういう方にですね、まあ、ちょっとここも商売集が出て申し訳ないんですけど、まだある、はい、実はジーベックさんから発売されてるヒーター内蔵防寒ベスト、品番が165という商品があるんですよ、はい、過去にですね、僕も動画で紹介したことがあるんですけど、このベストは洗濯機で丸洗いができます。へえ、非常に便利なんですけど、まあ、一つネックポイント、ネックなところを言うとすれば、価格が高いよ。そのベストはベストとバッテリーがまず別売りなんです。あ、さっき言った話ね、はいはい、でしかもベストだけで1万円ぐらいします。バッテリーはその モバイルバッテリーとか使えるんですよ、うん、あ、何でもちろん持ってるものでも大丈夫なんですけど、あ、 それでも高い、うん、でこういうことを考えるとアイトスさんのヒーターベストって、うん、まあまあ安いな。そうね、それだったら安いよね。アイトスさんのヒーターベストは今だったら6800円、バッテリー込みで6800円。手洗いのちょっと面倒くささは吸収できるんじゃないかな、で最後にですね、もう一つ、はい、これちょっとですね、否定的な意見というか、あのマイナスな意見だったんですけど、はい、発熱部分が背中2箇所しかないんですね、これ、はい、背中中央と腰とって2箇所なんですけど、この2箇所はちょっと物足りないなという意見もまあまあありまして、これどうでした？僕はそんなに、あのもうこれで十分あったかいっすっていう感じ。まあでも今回支給させていただいたスタッフさんに比べれば動くポジションにいるからそんなに感じなかったのかもしれない。本当に立ちっぱなしそんなに動かないから、そういう点ではあと背中だけじゃなくて体の前面からも温めてほしいっていうニーズは出てくるかもしれない、そういう方にですね、ぜひお勧めしたいベストがありました。重ねてくるね、すごいね。いや、もうこの機会に紹介しようと思って、今度はですね、自調堂さんから発売されているフィーバーギアというヒーターベストがあるんです。赤いパッケージのやつね。赤いパッケージのやつです。赤いパッケージ、はい、フィーバーギアも結構人気があるんですよ。で、なんで人気があるかっていうと、このアイトスさんのヒーターベストは2箇所って言ったじゃないですか、自調堂さんのフィーバーギアは
発熱の部分が9箇所あるんですよ。ちょっと待って、背中とあとこのお腹部分もあるし、はい、首もあるし、あ、首もあるんだ、9箇所あったかいっていう、すごいんですけど、これもちょっとネックなポイントがあってですね、あの前面部分と背面部分、はい、切り替えができるんですよね。どっちかだけ温めるってことができるんですよ。おで両方同時に温めることもできるんですけど、そうするとバッテリーにめちゃくちゃ負担がかかって、あで充電が少ない時にそれをすると電源落ちちゃう。なるほどな、ちょっとこう安定して使えないかなっていうところが、ね、そこも踏まえて、それでもやっぱり前面も温めたいっていう方はぜひ商品チェックしてもらえればと思います。そうですね、はい、なるほど、商品もあるよということでご紹介させていただきました。はい、はい、ではもみやさん、はい、まあ、今アンケートの結果をですねご紹介させていただいたんですけど、はい、最後にですねもみやまさんに今回のこのヒーターベスト100点満点、はい、はい、合格ラインが80点として何点の商品ですか。はい、80点です。おー、80点、80点、合格ラインギリギリ、ちょうど、あ、でもこれはあのなんていう の, あのギリギリっていうのは悪い80点じゃなくて、はいはい、もうちょっと良くなるんじゃないかなと、次年度とか、まあ、次のバージョンでバッテリー、さっき言ったあのバッテリーの収納される場所の問題とか、小型化、バッテリーがもうちょっと持ちが良くなりますよとか、そういう風にあの改良されるともっと良くなるから、次の世代の商品で、進化してくれるんじゃないかなっていう期待を込めての80点なんで、ポジティブな80点だと思っていただければいいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が役に立ったという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またコメントもお待ちしておりますので、ぜひお願いいたします。